皆様こんにちは。とあるアラフォー女子です。隣に座っているのが私の愛犬ドン2歳でございます。今日も私たちのなんてことない日常をお届けしようと思います。よろしくお願いします。こちらは3週間くらい前につけたトイレットペーパーです。ちょっと不都合がありまして、今日はここを手直ししてみようと思っています。まあ、犬を飼っていれば何かとトイレットペーパーというか、まあ、ティッシュをねよく使いますが、我が家は、まあ、ティッシュがどんどんなくなってしまうのでトイレットペーパーにしてみようということで、一番便利な位置にトイレットペーパーを取り付けました。まあトイレットペーパーとティッシュがどっちがすぐなくなってどっちが経済的なのかっていうのはちょっとまだ調査してないんですけれども、感覚的にトイレットペーパーの方がなんかコストが安いかなっていうのと、それとこのドンのおむつの中に仕掛けるのがですね、ティッシュよりもトイレットペーパーの方が吸収がいいしナプキンに響かないというところでトイレットペーパーを使用しております。さあ今日もおむつ交換上手にできたのでドンちゃんにご褒美をあげます。いい子ね。さあそれでは早速トイレットペーパーの手直しに取り掛かりたいと思います。何が不都合かと申しますと、まあ、こうやってねゆっくりやるにはいいんですよ。でもねパッてこう必要になる時あるじゃないですか。パッて使いたいけどパッて引っ張るとこういう風に落ちちゃうんですね。設置するのにはいいんですよ。設置するのには手前からこうできると。じゃあ使おうとしたら使う時も飛び出てしまうわけですね。なのでこれは反対にした方がいいんじゃないかと思ったわけです。反対にした方がいいんだろうと3週間前に取り付けた時から思っていたんですけども、それをですねこの今まで手直しせずに小さなストレスを抱えたまま暮らしておりました。今日はですねいよいよこのトイレットペーパーの、引っ掛けるこの鉄の棒を逆に取り付け直すという、ようやくこの作業をやろうという気持ちが湧いてきまして、少々大げさですがねこういう小さなことを後回しにしてしまいますよね。そうではないですか皆さん。私はすぐ後回しにしてしまうので、もうこの性格を直そうと、小さなことから目の前に気になったことがあればすぐに取り掛かると、そうすれば便利な暮らしに、理想の暮らしに近づいていけるんじゃないかと思いまして、今日はこの小さな一手間をやってみようというかやってしまおうと思ったんです。できました。やりました。どうですか。おーいいですね。いいですよ。ほーら全然落ちてこない。最高。それでまあそのトイレットペーパーですね、まあ、最近おむつのことよく動画にしてますけども、どんどんおむつはナプキンの中にこのトイレットペーパーを仕掛けておいてですね、ナプキンを毎回取り替えるのはもったいないのでトイレットペーパーだけを交換すると、ナプキンの節約を図ろうということでやっております。この私のこだわりがですね、このおちんちんをホールドする形ということで、なんとなく私の中で赤血球のイメージでやってまして、こいつを赤血球と呼んでます。赤血球をいっぱい作り置きして、それで置いておくことでパッと取り替えれると、ドンおむつ交換だよと言ったらドンがシャッとこっちへ来て、そしてそのティッシュをパッと取り替えればすぐにねおむつ交換ができるという、そ
そういうことでございます。ドンはね、ティッシュを見るとすぐやってきて食べちゃうので危険です。狙ってます、ドンが。あー、こらこらこら、ドンが狙ってますからね。収納します。はい、できました。複数個取り替え用の赤血球を作りました。ドンがなんか遊びたそうなので、ちょっと遊んであげようかなって思います。このおもちゃはですね、いつ買ったかな、7月の頭ぐらいに買いましたので、ね、1ヶ月ぐらい前に買ったと思うんですけども、まあまあ未だにまあまあ遊びます。皆さんのお家のワンちゃんはおもちゃでめちゃめちゃ遊びますか？どうもですね、食いつきはいいんですけど、すぐ飽きるんですよ。ペンは来たみたいです。あの爪切りのお姉さんが言ってましたが、あの頭のいい犬はすぐ飽きるんだって言ってました。頭のいい犬なんでしょうかね、トムちゃん。このエアおやつに騙されてきましたね。トムちゃんはエアおむつに騙されないと、おいでと言っても来てくれないんですね。騙さないとね、おいでと言っても来てくれません。もうちょっとね、基礎訓練が必要です。もうだいぶね、こうやってお座り伏せということを聞くようになっていますが、まだまだですね。さあさあ、ちょっとおむつ替えてみますか。中だけ汚れているので、そいつをナプキンは変えずに中のティッシュを捨ててきました。そして赤血球を取り出し、そしてはい、設置しましたと。あ、設置まだしてないですね。赤血球の形ですね。それでキュッキュッとナプキンの中に設置して、そのくぼみにおちんちんを、そう、このくぼみにおちんちんをカポッとはめると、そういう風な作りになっております。いいですね。とてもトイレットペーパーが赤血球作り置きしてあって、とてもいいし、トイレットペーパーもとてもシャーッと引っ張ってもゴロゴロンと取れなくて最高です。大成功。またね、赤血球を作り置きしておきましょう。まるでね、お団子に団子を作るようにね、作りますよ。なんかこう団子の中にあんこを詰める前の状態みたいな、肉まんの中に中身を入れる前みたいな。ごめんなさいね、どうでもいいかもしれませんね。どうもなんだか嬉しそうに見えますね。よかったね、トイレットペーパーがいい具合になりました。さあ次は何をしましょうかね。ではドンと私たちの快適な暮らしに向けて歩みを進めてまいりたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。